伊藤選手が一気に長命門まで行きましたが、バイルンで生き残るには一番伸ばすべき能力はありますかコーチング力ですね。ただそれが一番伸びないというか、伸びにくいんだよね。向き合わないといけないから。だから、あの、コンパニーがどこまで選手にマニュアルでやらせる人なのか、感覚的にやらせる人だと大変だろうなっていうふうに思いますね。身体能力が高いから、あとは自分が有利な状況に相手の攻撃を追い込めるような選手になるか。 富安ってさ自分の苦手なところが出ないようにする守備うまいじゃん相手に前向かせないとか,だかそういうふうにできるかどうかですねあとあれだね前あのチャ YouTube のコメントかなんかあったけどね松井大輔さんが、ね「それはビッグクラブ行きますわあこれまだ言っちゃいけないやつだっけ」ってちょっと言ってたの俺聞き逃さなかったぞみたいなのが本当だったんだなって思いますね羽鳥いたくら実現してくれないかなあそんな噂なの見たいけどねその噂はちょっと僕見てなかったですね あとイモ伊藤裕樹選手がが日本代表でで評価が低くななる理由なんです僕、人の評価見てないと分かんないですけど低いんですかで評価、僕は今、ちょっと初耳なんですけど、僕はさっきみたいな分析の評価なんですよ。で、評価低くしてる人たちいるんだったら、その一人一人に聞いた方がいいですね。僕はその一人一人の意見、ちょっと見てないんで分かんないです。 私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。